レコ型は東ドイツのシェーネーバイで国鉄修繕工場が製造した路面電車車両。旧型電車から流用した部品を用い、1959年から1975年まで製造された。1957年以降、東ドイツで新造された路面電車車両は国家計画に基づき、 豪ータ車両製造人民公社で製造が実施され、豪ータカーと総称される車両の大量生産が行われた。だが、経済総合援助会議の方針により、東ドイツのみならず、ソビエト連邦など他国向けの車両も作ることとなり、新型車両の製造が追いつかない状況が予想された。一方、首都ベルリンのベルリン市電では、 戦前に製造された車両が1950年代の時点でも多数使用されており、老朽化が進み乗り心地にも難があったこれらの車両を早期に置き換える必要が生じていた。そこで、ベルリンのシェーネバイで国鉄修繕工場は、豪多車両製造の援助策として、機器流用車を生産することを計画し、1959年からベルリン市団への導入が開始された。 これらの車両は、リーコンストルークションの略称から、レコ型と呼ばれた。レコ型の台車や台枠には、第二次世界大戦前に製造された、旧型車両の部品が用いられ、特に1000両以上が大量生産された T24、B24 型電車が、種車として多数使用された。電動車の電動機には、東ドイツ製の二軸車で、標準的に採用されていたる。 ヘミンズドルフ製の EM60 型が2機搭載されていた。車体は同時期に豪華車両製造人民公社で製造されていた T57、B57 型と類似していたが以下の点で異なっていたほか、大枠の構造も T57、B57 型と比べて簡素な構造となっていた。手 59K、手64型 t z 7 1 k BG70, 一系製造年やネ車、期間、運転台数の違いにより、デコ型には、以下の形式が存在する。そのうち、形式名が、手及び B の車両は、方向転換用のループ線が存在する路線に、対応し、車体片側にのみ、乗降扉が存在する、片方向系、変運転台、TZ 及び BG の車両は、ループ線が存在しない路線に対応した、車体両側に、 上校扉が設置されている、両方向系両運転台の車両である。レコ型の生産は1959年から始まり、ベルリン市内への集中導入が行われた。1970年以降は、ベルリン以外のタトシへの導入も開始され、これらの車両には70の形式番号が付けられていた。また1970年代以降は、 ベルリン市電から各都市への移籍も実施された。計画当初、ロー SW 社は旧型車両から機器を流用することによる短時間での製造を見込んでいたが、実際に流用されたのはわずかな部分に過ぎず、一つの車両が完成するまでにゴータカーとほぼ同じ生産時間を要した。また、製造初期にはロー SW 社側の生産施設が大量生産に、 代用していなかったため、で59系のうち47両については、豪太車両製造人民公社が製造することとなった。さらに簡素な設計ゆえに走行特性に難があり、乗り心地は悪かった。だが、コメコンの方針により、豪太車両製造による二軸車の製造が1969年で終わり、それを受け継いだ。 チェコスロバキアの KD タトラでの製造も1971年までだったのに対し、デコ型の生産は1975年まで続いた。KD タトラの標準型路面電車であるタトラカーは、ボギー車か連接車だけが開発されており、定員数が多いこれらの都市では、需要型となる中小都市の路面電車路線が多数存在したことが理由であった。 それ以降も小規模の路面電車路線を中心に各地で主力として活躍したが、ドイツ再統一後は西ドイツ側の車両やタトラカー、超低小電車の導入により急速に置き換えが進み、最初の導入先であるベルリン市電からは1996年6月1日をもって引退した。2000年代以降のドイツの都市でエレコ型があったが、定期旅客列車に使用された例は以下の通りである。 そのうち2019年現在も使われている路線については太字で示す。レコ型はベルリンやロストックをはじめとしたドイツ各地の路面電車で胴体保存が実施されている。また一部車両は廃車後にノルウェー、イギリス、オーストラリア、トルコなど世界各国へ譲渡され、保存路線や観光路線で胴体保存が行われている車両も多数存在する。 ありがとうございます。